結び目、森へと。実家へはしょっちゅう帰っているのに、その駅のホームに足がすくんだ。人も車もネオンも乏しい駅前通りのいつもと同じ静けさに意味を探ってしまう。年ごとに増えてゆくシャッターの開かない店舗、一灯だけが切れたままの街灯、後ろ足を引きずって目の前を横切ってゆく黒猫。やはり今日私はここへ来るべきじゃなかったのではないか。急な残業を頼まれ出足が遅れたのもその刑事ではないか。生まれ育った故郷の町に初めて帰るのではなく、赴く思いで私はその地を踏んでいた。足が重い。行きたくない。できるならば引き返したい。でも行かなきゃいけない。蒸した大気ににじみ出る汗と、もう一種別の汗に肌を湿らせ、私は水の膜をかくようにして目的の店を目指した。駅から徒歩3分の居酒屋チェーン店。未成年者の飲酒がまだ緩やかに見逃されていた高校時代は、クラスの飲み会でよくここを使っていた。予約が必須だった当時は、この界隈にもまだ活気が残っていたのだろう。長い歳月を経た今、その窓越しに見えるフロアには空席が目立っていた。心なしか照明も暗い。手垢だらけのガラス戸には、10名様以上の宴会コース、4時間飲み放題3500円と、もってけ泥棒的なローカル料金を謳ったチラシの影。とっさに今夜の会費が脳裏をかすめた。3500円、つまり少なく見積もっても今9人以上の元クラスメートたちがここに集まっている。ガラス戸へ伸ばしかけた指先がこわばる。返す返すも残業が恨めしい。あれさえなければ今夜私は満を持して開会の10分前に到着し、目立たない隅の席を確保できたはずだった。次々と現れる元クラスメートたちが私の姿に驚いたとしても、それは小さな波の連なりに過ぎない。遅れた者には大波が襲う。飲み放題の開始から1時間も過ぎれば、もう座は十分に温まっているだろう。互いの近況も出尽くし、そろそろ共通の思い出話に花が咲く頃だ。となると、彼らは十中八九、あの話をしているはず。息を整え、覚悟を決めて、ガラス戸を押し開けた。宴会コースのお客様、ご案内です。安っぽいハッピを引っ掛けた店員に続いて、奥の個室へ足を進める間、私は15年と、過去と現在を隔てる年月の長さを一心に思った。えとを一回りしてもまだお釣りの来る時間。あれから何度の震災に見舞われ、何度の五輪が開かれ、何人の総理大臣が生まれては消えていったことだろう。実家の両親には
兄嫁が産んだ二人の孫ができ、祖母は他界し、私は三人の男と寝た。そう、私はもうランドセルを背負った少女じゃない。腕にかけていたジャケットを鎧のようにまとい、いざやと仕事仕様の営業スマイルで個室へ臨んだ私は、しかし一斉に振り向いた瞳の圧にたじろぎ、ひとたまりもなく臆病な12歳へ戻っていた。あれ、琴ちゃん？飯田さんだ。飯田か。一瞬しんと静まった主席のあちこちからポツポツと声が立ち上る。横一列の長テーブルを囲む面々はざっと見で20人程度。どの顔も軽く引きつって見えるのは自意識の産物か。とっさに声を失い、どこに座ればいいのかと立ちすくんでいた私を救ったのは、6年2組で同じグループだったあっちんだ。琴ちん、こっちこっち、久しぶり。昔と変わらないその鼻声に和み、手招かれるままに歩み寄った私に、周りの女子たちが少しずつ移動して席を空けてくれた。同時にお手拭きと小皿、割り箸のセットが端から回ってくる。ありがとうというたびに、私は彼らの顔に昔の面影を探すも、すぐには名前が浮かばない。琴ちん、何飲む？グレープフルーツサワー。オッケー。グレープフルーツサワー一つお願いします。あっちんの声にかぶせて、俺生もう一つ、赤ワインもう一本などと数名が追加注文し、宴席に程よいざわめきが戻った。琴ちん、元気にしてた？卒業以来だよね。つってもあんまり変わってないね。うん、あっちんも変わらない。すっごい久しぶりなのにね。琴ちん来ないんだもん、同窓会。でも今回は参加に丸してたって聞いて、会えるの楽しみにしてたんだ。ごめんね、なかなか予定が合わなくて。こんなに来てると思わなかった。そう、この回同窓会にしては異様に参加率高いみたいで、数がいつも張り切って感知してくれるから。あ、琴ちん知ってた？カズが池袋でラーメン屋開いたの。知らない。店長すごいね。あとさ、美咲が一時期グラビアアイドルやってたの知ってる？あ、みーちゃんグラビアに転校したんだ。いつまでも子役じゃやってけないもんね。まあグラビアだって甘くはないし、結局部屋まで出したのにバッとしないまま引退して、マネージャーの人と結婚したらしいけど。結婚か、俗に言うところの浦島太郎状態を体感しながらグレープフルーツサワーで乾杯し、軽く緊張がほぐれたところで今回の参加者たちを改めて見回した。彼はいるのかいないのか。本当のところ、この小部屋に踏み込んだ瞬間から私の頭を締めていたのはそれだけだった。奥山恭一くん、15年前の
彼を頭に描きながら、一人一人テーブルを囲む男性陣の顔と照らしてゆく。違う、違う、違う、違う。あ、いた。同じ並びの端の方、四人の女子を挟んだ奥で、隣席の男子と話し込んでいる。どこか観音めいた額と顎のライン。男子にしては滑らかな白い肌。やや重たげな奥二重。間違いない奥山くんだ。トレードマークの白シャツは黒シャツに変わっても、内側からにじみ出る温厚な雰囲気は変わらない。意外と近くにいるのを知った途端、鼓動がうるさく騒ぎ出した。飯田は今何やってんだっけ。テーブルの対面から茶髪の男子に呼びかけられ、はっと体の向きを戻す。固い仕事？正社員？あ、うん、飲料メーカーの販売部。お、手堅いな。数字の計算ばっかりだけど。正社員なだけいいよ。俺なんか正の字もらったことないぜ。求人はねえし、バイト先でもゆとり世代ってだけで差別視されるし、俺らつくづくついてねえよな。正の字に逆行するがごとく、まばゆい黄緑の T シャツを着た茶髪男子。思い出した、牛乳を鼻から飲めるボンチョだのぼやきに、ほんとマジマジと周囲から共感の声が飛ぶ。何かっつうと円周率3って習ったんでしょとか言われるし、ちゃんと習ってるっつの 3.14 くらい。世間の連中、ゆとり世代がマジでのんびり生きてきたと思ってんだよね。学校の勉強が減った分、うちらどんだけ塾に通わされたことか。しかもゆとり教育の失敗作扱いされてるし。あ、そういえばさ、あの番組が打ち切られたのもゆとり教育の失墜と関係あるって説知ってた？え、何それ、あの番組が？なんで？なんで？あの番組、その一言に俄然みんなの食いつきが変わる。だからゆとり教育が失敗に終わって、授業数がまた増えて、教師も生徒も忙しくなって、そんで番組の参加校が減ったって説。マジかよ、ゆとりと心中か。まあ確かにゆとりがなきゃ出らんないけどね、あんな番組。練習ヘビーだもんな。俺らもよくやったよな。そんでもって本番はあっという間に。水の泡。そうつぶやいた女子の一人が、はたと私を振り向き、やばという顔をした。たちまち頬をあからめ、こわばった目を伏せる。それが感染したかのように、座のあちこちから肘を突き合う気配が伝わり、ついには全員が目を伏せた。ああ、やっぱり。気まずい沈黙の中、私は懐かしいうつきに身を委ねる。誰も忘れていない。忘れるわけがない。奥山くんは？背をかがめ、彼の横顔を盗み見た。例の静かな表情。でも、心なしか
口元が力んでいる。知らず知らず、左の足首に手が伸びていた。そこに目に見えない生々しい跡が今もあるのを確認するように、彼と私を、彼らと彼らを、私たち全員を一つに結んでいた紐の跡。過去にはなっていない。過去のみんなと再会し、改めてそれを思い知る。あれから15年が流れても、何人の男と寝ても、もはや男子女子というような年ではなくなっても、私は今もあの紐に縛られ続けている。